P1214 から 3P1214 から 3, P から3と P1216 の平面シルエット BAEP1214 から3は1970年代から1980年代にかけてイギリスで計画されていた短距離離陸垂直着陸戦闘機1970年代中盤ハリアー系列に続く超音速ストブル機の開発というイギリス国防省の 研究目標に従い、ブリティッシュやロスペース社とロールスロイス社は共同で超音速ストブル機の研究を行っていた。P1214 から3はその中で BAE 社のキングストン部門によって構想された案の一つである。研究が進むにつれて、工事図のような奇抜な機体形状にメリットがないことが判明し、研究の本命は抗体翼を持つ。 比較的常識的な形状の P1216 案に移った。しかし、その後も P1214 から3は、その奇抜さから BAE 社の客寄せに用いられ、1982年のファンボロー、航空省では P1214 から3の概念模型が展示されていた。なお、P1216 の研究はその後も続けられたが、予算不足から、 実機の開発計画に進展することはなかった。機体はアフターバーナー使用時に生じる振動と音響圧による機体後部の疲労を防ぐため2本のブームを持つ一種の騒動機となっている。主翼は研究を目的とした全身翼でブームを介して高体格を持つ水平尾翼とつながり X 字型の翼平面型を構成している。垂直尾翼は ブーム上に備えられた、送水直尾翼。搭載する予定だったエンジンは、ハリアーに用いられたロールスロイスペガサスをベースとした、グリーナムチェンバーバーニング方式のエンジンだった。これは、バイパス空気を排出する全部エンジンのツルの内部に、燃料噴射、燃焼機構が組み込まれた、グリーナムチェンバーと呼ばれる部位が設けられており、これを、アフターバーナーのように働けせて、 加速に用いるというものである。また、後部エンジンのツルはハリアーでは2機備えられていたが、P1214 から3では、アフターバーナーを取り付けるために一気に減らされている。ありがとうございます。